高宮姫神社に来ます。こちらはですね、豊玉姫を、若宮姫としてお祭りしていると。でこちらが姫宮で、 1.5 メートル先にあるのが神社彦宮となっています。御朱印とか祈祷は向こうですね。御朱印とかは向こうです。こちらは船ですね。弁天船の模型がありますね。弁天船の模型が、こちらは三門ですね。古い5年代のものなんか水をもらっている方がいらっしゃるけど、いい水が出てるんでしょうね、きっと。耳やらしい、なんか奥ゆかしい感じがします。